皆さんこんにちは。マイライフハック暮らしを楽しむです。今日は実際に使ってみて良かった3COINS のキッチン用品を紹介していきたいと思います。これが3COINS で購入したキッチン用品になります。 3COINS の大人気商品クリップ式シリコンザルになります。ここのところがシリコンのクリップになってるんですよね。で、これのすごいところがどんな大きさの鍋でも大体いけるっていうことなんですよ。この便利グッズに合わせた鍋じゃないとうまくいかないんじゃないかって思うんですけど、そんなことないんですよ。こっち側を鍋のこの側面にビタッとねくっつけることができるので、いろんなね鍋に対応できるんですよ。こうやってはめるだけ。すごい簡単。ちゃんとね綺麗に切れました。これパスタ 2束分入ってるんですけど、ちゃんとね綺麗にお湯が切れました。鍋が結構大きいので大丈夫かなって思ったんですけど、全然パスタがこぼれることなく綺麗にお湯が切れました。次、シリコンブラシ手袋になります。これ3種類のイボがあるってことなんですけど、短いのと中ぐらいのと長いの。すごいイボの数ですよね。なんかお湯だけでも取れそうな感じですね。イボがあるから、すごい綺麗になった。すぐ綺麗になりますね。で、泡つけてやってみます。こんな感じでしっかりね泡立ちますね。コップのこのコップの縁とかすごい洗いやすいです。こうやって掴んでキュッキュッてするだけでいい。フォークの先にもこのシリコンのブラシがしっかりねこう入ってくんですよね。なので間もしっかり洗える。これがすごくいいですね。ただね食器を洗うだけじゃなくって、配管掃除なんかもね指をねぐいぐい入れれば届くので、すごくねいいですよね。使い勝手がいいと思います。これはねもうねスポンジいらないかもしれないですね。浮かせるスポンジホルダーを使っていつもスポンジ浮かせてるんですけど、スポンジがね白いやつを使ってるから黄ばんじゃうんですよね。でもこれはくすみカラーなので汚れも目立たないし、穴がついてるのでちゃんと浮かせて収納することができるので衛生面でもバッチリなので、これはねもうスポンジいらないですね。最高の商品です。フック付きカッティングボードになります。サイズは直径 25cm フックを除くかける厚み 1cm っていう風になっています。持ち手は鉄でできてます。天然の木材で竹でできています。あ、電子レンジ、オーブン、食洗機、食器乾燥機は使用できませんっていうことなので、そこだけね注意していただければなっていう風に思います。このカッティングボードはちょっとしたものを切るときにはとてもすごく使いやすくて、竹素材でできているので音がねとても心地よく感じます。とても切りやすかったです。プラスチック素材のまな板は汚れたら捨てちゃうっていう感じなんですけど、天然素材の木材であれば毛羽立ってきたり、ちょっと色がかぼちゃとか切ってて色が移ってしまったっていう時はこんな感じでね、耐水ペーパー、これは800番なんですけど、ダイソーとかにもこういう耐水ペーパーが売っています。このヤスリでこう表面をサーッとやすってあげることによって、毛羽立ちとかがなくって、綺麗な、ね、触り心地に生まれ変わることができるので、もしねちょっと毛羽立ってきたなっていうのがあって気になるようでしたら、ぜひやってみてください。またお皿の下にカッティングボードを引くことによってより一層おしゃれ感が演出できたかというふうに思います。いつもの食事がちょっと特別に見えるような気がします。
こちらは隅まで洗えるコップブラシになります。これもね300円でした。水切れがよく衛生的なコップブラシ、コンパクトサイズなので隅まで洗えますっていうことなんですけども、私のねこれの気に入ったところはここがねシリコンなんですよね。毛先がスポンジのやつが100均に売ってるんですけど、スポンジだとね結構ねすぐね色うつなんていうかすぐボロボロになっちゃうんですよ。でもシリコンだと丈夫なので長く使えるんじゃないかなって思ってこちらを購入しました。で洗剤をつけます。シリコンなので泡立ちはねそんなにスポンジに比べたら泡立ちはそんなにないです。なので泡立ちが欲しいって人にはちょっと物足りないかもしれないです。で泡立ちが欲しい人はちょっと水入れてこうやってシャカ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 するとこんな感じでね泡立つんですよね。なのでまあ問題ないかなっていうふうに思います。で綺麗に奥までしっかり洗うことができました。こちらはインスタで話題の簡単美味しいビストロヌードルになります。中にスノコがついていて蒸し野菜鍋などもできます。これなんだろう、すき焼き、ラーメン、うどん、これロールキャベツですよ。すごくないですか。いろんなね使い方ができるみたいなので、まあ、後日いろいろ料理してアップしていきたいと思います。でこの蓋の裏部分こう書いてあるんですよ、このラーメンの作り方が。ちょっと動画だとね反射とかしちゃって難しいかもしれないんですけど、ちゃんとねこれ洗ってももう消えないですよ。これちゃんとねデコボコした字で書いてあるんですよね、こうラーメンの作り方が。最初のこの紙をなくしてもラーメンの作り方はちゃんとわかるっていうのがすごい嬉しいポイントですよね。こういうのってすごく便利なんですけど使い方すぐ忘れちゃうんですよ。なのですごいありがたいです。こちらのラーメンになります。ビストロヌードルに使うラーメンは一つの鍋に麺と火薬を入れるタイプのラーメンをおすすめします。麺だけをお湯で茹でて火薬を別のお湯にするっていうタイプのラーメンだとちょっとね濁っちゃったりすることがあるので、一緒にね一つの鍋で入れるタイプのラーメンをおすすめします。今回のマルちゃんラーメンは一緒に入れるタイプのものです。お水をここの内側の線まで入れます。インスタントラーメンの麺を一つ入れます。このラーメンは3分茹でてくださいと書いているので3分プラス4分で、7分レンジでチンします。オープン、ちゃんとねいい感じの硬さで麺が茹で上がりました。でそこに火薬を入れます。火薬を入れる順番は先に入れても後に入れてもまあどっちでもできるので大丈夫だと思います。で好きなトッピングを乗せて出来上がりです。すっごい簡単です。シリコインズのカッティングボードに乗せるとただのインスタントラーメンがいつもよりちょっぴりおしゃれになってテンションが上がります。次はキッチンクロスの6枚セットを買いました。これはコットンの優しい肌触りで引っ掛けられて便利なロゴネーム付きだそうです。サイズは縦が30センチ横が約30センチになっています。触った感じはふわっとしてるっていうよりはがっしりしてるっていう感じですね。丈夫そう、きちんとって書いてますね、このタグ。これに引っ掛けることができるので、衛生的にね保つことができるのが嬉しいポイントです。でこのタオルは吊り下げることができるので乾くのがねすごい早いですね。100均のだともう次のタオル一回お皿洗ったら絶対次のタオル使ってたんですよ。でもこれは乾きが早いから1日1枚とか、まあ、多くても2枚でいけるんじゃないかなっていうふうに思います。今回の動画はどうだったでしょうか。スリーコインズの便利グッズをたくさん紹介できたんじゃないかなっていうふうに思います。私自身も今回紹介したものはなくてはならない便利グッズになりました。
これからも DIY や暮らしにね、少しでも役立つような情報が発信できたらと思いますので、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。バイバイ。